広島市内の臨海にあった空港が、県中央の内陸。標高332メートルへ、移転せねばならなかった理由とは。なあなあ霊夢。なあに？マリサ、ネットで、国内線の飛行機のチケットのセールを見つけたんだぜ。ああ、航空会社が時々やってるやつね。私も覗いたことがあるわ。随分安かったの？おう、かなり安かったんだぜ。それで、広島行きのチケットをポチろうと思うんだ。まあ、そうなのね。でもなぜ広島なの？広島の再開発の、今の様子を見てみたいし、前に霊夢と一緒に行った、原爆資料館にもまた行きたいし、それから広島カープの試合を見て、宮島に行って、尾道にも行くんだ。随分と盛りだくさんなのね。一体何日間行く予定なの？一泊二日だけど。あら、それは少し無理があるんじゃないかしら。ちょっと詰め込みすぎかと思ったけど、やっぱりか？ええ、ちょっと欲張りかも。それに、広島空港から市内までは遠いのよ。そうなのか？どれくらい離れてるんだ？距離にして約 50km よ。50km か。遠いな。広島市内までは、どのくらい時間がかかるんだ？バスで1時間ってところかしら。バス？電車はないのか？ええ、空港に鉄道は接続していないの。そうなんだな。もしかして、広島空港って不便なのか？そうねえ。日本一不便な空港なんて言われることもあるみたい。日本一だなんて、かなりな言われようだな。なんでバスでしか行けない市内から離れたところに、空港があるんだろう？まあまあ、広島空港はいろんな背景があって、今の場所になったのよ。そうなのか？どんな事情なのか、教えてくれよ。いいわよ。広島に行くのが、もっと楽しみになる話だといいんだけどな。楽しみになるように、マリサにもわかりやすく解説していくわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。地理不思議、発見。まずは現在の広島空港について説明するわね。おう、よろしくだぜ。開港したのは、1993年10月。30年くらい前なんだな。割と新しいな。そうね。中国地方では一番利用者の多い空港よ。2023年度の利用者数は、約269万人なの。結構たくさんの人が利用しているんだな。ええ。お隣の県の岡山空港が、128万人だから、倍以上の利用者がいるのよ。ほうほう。広島空港には、国内線に4社、国際線に5社の航空会社が乗り入れているわ。へえ。海外はどんな国に行けるんだ？台湾、中国、タイ、韓国、ベトナムに就航しているわ。アジア方面の便が揃ってるんだな。国内はどうなんだ？東京、札幌、仙台、沖縄、成田。なんだけど、どうしたんだ？広島、東京間は、新幹線に負けちゃってるの。負けた、ってどういうことだ？広島から東京へ行くのに、飛行機より新幹線を利用する人の方が多いってこと。へえ。新幹線だと、東京までどのくらいの時間がかかるんだ？ 4 時間くらいよ。飛行機だと、だいたい1時間20分ね。それだったら、飛行機の方が楽じゃないのか？って言いたくなるけどな。あれなんだな。そう、あれよ。市内までのアクセスがね、鉄道がなくて、主にバスで、遠いの。しかも運が悪いと、バスは渋滞や悪天候で、運休したり遅延したりすることもあるのよ。それは困りすぎるんだぜ。さっきも言ったけど、そもそも、なんでそんな遠くに空港を作ったんだ？今の広島空港はね、広島市内にあった空港が移転したの。ええ？広島市内に空港があったのか？そうなのよ。便利そうな場所じゃないか。でも、便利な市街地にあったからこそ、問題も多かったの。そうなんだ。どんな問題があったんだ？じゃあ、旧広島空港のことを話すわね。旧広島空港は、広島市西区観音新町にあったの。ほうほう。この空港は、1961年9月、国が管理する空港として開港したの。中国、四国地方や、九州とを結ぶ近距離便、それから東京便が運航していたのよ。中国四国地方や九州だなんて、随分近くに飛んでいたんだな。当時は他の交通手段が、あまり発達していなかったのよ。そうか。それで、どんな飛行機が飛んでいたんだ？最初の頃は、20から30人乗り程度の小型旅客機だったわ。でも近距離の飛行機は、1960年代後半に、国鉄の大幅なダイヤ改正や、船での移動が手軽になったことで、伸び悩むようになったの。なるほど。いろんな種類の交通手段が、整い始めたんだな。さらに1975年に、山陽新幹線の岡山駅から博多駅間が延伸開業して、広島空港からの飛行機のほとんどが、東京便になったのよ。東京便、人気だったんだな。そうね。東京便の利用者数は、だんだん増えていったわ。1984年、全日本空輸の、
ボーイング767機から、乗り入れ機のジェット化が本格的に始まって、年間旅客数が50万人を突破したの。ジェット機だとたくさん運べそうだもんな。そうよね。そして1990年に、日本航空の乗り入れが開始されたの。東亜国内航空、後の日本エアシステムを含めて、航空会社が3社になったわ。そんな名前の航空会社があったんだな。その当時はね、バブル景気も相まって、1992年には、利用者が約200万人に達したのよ。すごく増えたんだな。この頃には、海外のアジア方面にも就航していたのよ。忙しそうな空港になったんだな。でもさ、1993年に、現在の広島空港が開港したって言わなかったか？あら、マリサお利口さん。よく覚えていたわね。賢いマリサ様を舐めてもらっちゃ困るぜ。あら、ごめんなさい。じゃあ、賢いマリサ、なぜ空港が移転しなきゃいけなかったかわかる？きっと、手狭になったんだな。まあ、素晴らしい。利用者が増えたから、空港のビルに食堂が足りなくなったんだろ？さあ、それは知らないけれど。え？違うのか？残念、不正解。正解はね、滑走路の長さが短かったからよ。滑走路の長さ、とは？最初は小型の旅客機が発着していた広島空港も、ジェット機が乗り入れるようになったって話したわよね。ああ、たくさんの人を運べるようになったんだよな。そのジェット機乗り発着には、長い滑走路が必要なの。どのくらいの長さが必要なんだ？最低でも1500メートルは必要ね。旧広島空港の滑走路の長さはどのくらいだったんだ？1200メートル、ダメじゃん。そう。だからね、旧広島空港でも、ジェット機による大量輸送に対応するために、1972年に、滑走路の延伸工事をしていたのよ。海側へ1800メートルに伸ばしたの。それで、ジェット機が来れるようになったんだな。中型ジェット旅客機は就航したわ。でもこの滑走路の長さでは、大型ジェット旅客機は離着陸できないの。大型のジェット機には、どのくらいの滑走路が必要なんだ？2500メートル以上は必要よ。足りないな。1990年代になると、国内でもボーイング747や、DC-10、L-1011 などの、大型ジェット機が主流になったの。利用者が増えた広島空港も、大型ジェット機での輸送が必要だったけど、無理だったんだな。滑走路を、もっと伸ばすことはできなかったのか？そうなの。旧広島空港は、天満川と太田川放水路に挟まれた場所にあってね、滑走路の延長や、誘導路の新設のための用地確保は、無理だったのよ。残念なんだぜ。そもそも、地形的にも、空港へのアプローチが難しくて、狭いから、平行誘導路が備えられないなどのデメリットもあったのよ。パイロットの皆さん、大変だったんだな。それから、市街地に近いからこその問題もあったわ。今度はどんな問題だ？騒音問題よ。住民からは騒音に対する苦情が絶えなかったの。ジェット機乗り入れ反対運動も起きたわ。確かに、家にいてしょっちゅう飛行機の騒音が聞こえたら、めちゃめちゃ嫌なんだぜ。それで、空港を別の場所に移すことにしたんだな。そういうわけなの。新しい広島空港ができた後、元の広島市内の空港はどうなったんだ？新空港の開港に合わせて、旧広島空港は、コミューター、小型機専用の、広島西飛行場として新たに開港したの。新たなスタイルの空港になったんだな。そうよ。最盛期の1997から1998年には、鹿児島線など旧路線が飛んでいて、1年間で約12万人もの利用があったのよ。へえ、活躍してたんだな。でもその後は、高速道路や新幹線が充実してきて、利用者が減って路線廃止が増えたの。なんだか、寂しいな。その上、道路の新設で空域の確保も難しくなったりして、最終的には定期路線が消滅。広島西飛行場は廃校になったわ。ついになくなったのか。そうなの。定期路線が開設されていた空港の廃校は、全国で初めてだったらしいわ。そうなんだな。空港があった場所は、今はどうなっているんだ？2012年11月に、ヘリポートとして、広島県と広島市が共同で運営を開始しているのよ。広島市内にあった、昔の空港のことはよくわかったぜ。それで、新しい空港の場所って、どうやって決めたんだ？まず地形や土地利用の情報から、21の候補ブロックを設定したの。その中から土木工事に関する検討をして、10地点を選んだわ。チリチリから絞っていったんだな。その10地点を、空域条件や建設条件、アクセス、周辺の条件等を考慮した上で、4つの案を選定したの。東広島市のホラ山案、本郷町、現在は三原市のヨークラ案、広島湾にある枝島案と、無人島の大なさみ島案の4つよ。2つは内陸、2つは海の上なんだな。そうね。このうち、まずは枝島、大なさみ島案が、用地造成が大規模になりすぎること、
周囲の環境への配慮などから除外されたの。海を埋め立てたりするの、大変そうだもんな。そうね。そして残った、ホラヤマーン、ヨークラーンの二つに絞られた時には、現空港を海の方へ広げる、置き出し案も比較されたみたいなの。ええ、元ある空港を広くできるなら、他を探さず最初からそうすればいいような気がするんだが。そうよね。でも、旧空港を使いたいという意見もきっと多くて、最後まで検討されたのでしょうね。結果としては、現空港案は、騒音問題、空域条件が不要なこと、敷地を町へも、海洋利用の観点から海へも広げられないこと、広島県全体的なメリットが薄いことを理由に却下されたわ。粘ってたんだな、現空港案。騒音に困っている人もいるけど、元の場所に空港を残してほしい人もいたってことだな。それで二つの候補地のうち、最終的にはどっちに決まったんだ？ヨークラーン、つまり今の見晴らしに決定したわ。いろんな場所を比べた結果、今の場所に空港を作ることになったってわかったぜ。でも、バスや車でしか行けないところに作ったのはなぜなんだ？アクセス交通については、空港移転が決まった時から検討を重ねていたのよ。ほうほう。どんなアクセス方法が考えられていたんだ？山陽新幹線との接続、リニア鉄道、そして JR 在来線の延伸などが検討されたの。どれも良さそうじゃないか。でも、実現できなかったのか？結果的に、そうね。まず、新幹線との接続は、投資回収の見込みなく、新幹線のダイヤ編成にも影響を与えるからって、1992年に断念。新空港ができる前にポシャったんだな。1995年には、リニア鉄道による整備方針を表明したの。リニアって、あのリニアモーターカーか？中央リニア新幹線みたいなのじゃなく、都市交通として空港と市街地を結ぶことを目的にした、リニアモーターカーよ。なんだか、かわいいやつだな。HSST200 型というの。日本航空との共同で開発が進められたのだけど、事業採算性の確保が極めて困難。ってわけで2000年に開発中止になったの。当時の概算予算が、3000億円を超えていたのよ。リニアが走る光景は、なかなか想像できないけど、もしできていたら、乗ってみたかったな。それで、在来線をつなげる話はどうなったんだ？こちらは2006年に見送りになったわ。JR 白石駅から広島空港間の約 8km を、在来線で結ぶ構想があったのだけど、2006年に JR 西日本から、広島空港アクセス鉄道への協力は困難、という回答が来て、一時延期になったの。冷たいな、JR 西日本。JR にしてみれば、ドル箱の広島、東京間の新幹線の乗客を、飛行機に取られてしまうきっかけを作りたくはないわよね。大人の事情なんだぜ。その後でね、2016年から2018年にかけて、空港利用者が300万人を超えた時、アクセス鉄道計画の再検討がされたの。だけど、だけど、採算が合わないってことで、正式に検討を断念したの。諦めたのか。結局は移動手段はバスに落ち着いたってわけか。そういうことね。そういえば、新空港の候補地で、最後に残った二つのうち、今の場所に決まった理由を聞いてなかったな。ホラヤマーンとヨークラーンとで、ヨークラーンが選ばれた理由は何だったんだ？それはね、まず、飛行機の運航条件よ。ホラヤマはヨークラより標高が120メートル高いために、飛行の上で不利な条件が多く、欠航になる確率がヨークラより高いと判断されたの。飛行機がちょくちょく飛ばなくなるのは困るよな。次に建設条件ね。ホラ山の方が岩が多く、起伏も大きくて、地形を平らにするための土工量が、ヨークラの2倍になるって試算されたの。工事も大変だってことだな。もう一つは、山陽自動車道からの取り付け道路の整備が、ヨークラの方が簡単だったの。ホラ山は、ヨークラの3倍の距離が必要だったのよ。広島市内からの利便性には大差ないけど、ビンゴ地域からは、ヨークラが有利だったのね。ビンゴ地域って言うと？福山市だとかの、広島県の東の方よ。なるほど。運行条件、建設条件、利便性でヨークラの価値だったのか。まあ、そうね。なんだか霊夢、歯切れが悪いな。まあ、いろんな噂もあったりしてね。噂ってなんだ？そんな風に言われると、聞きたくなるじゃないか。どんな噂なんだ？それはね、空港を新しく作るって、巨額のお金が動くでしょう？どれくらいかはわからないけど、いっぱいってことはわかるぜ。そうよね。そうすると、利権が絡んだ系の噂も出てくるのよ。なんだ、ダークな噂か？まあそうね、まことしやかに囁かれているのは、大物政治家、亀井静香氏の名前ね。亀井静香氏の当時の選挙区、旧広島県第3区は、現在の広島空港に隣接しているの。亀井さんは、地元の人なのか？そうよ。実際1970年代の後半頃、選挙区の住人に向けて、
新広島空港建設に尽力している、ってアピールしていたらしいわ。自分の地元に近いところに空港を作ったってことか？まあ、そう言われることがあるってことね。亀井氏の実家が空港から近いだとか、広島空港のことを亀井空港だとかね。私だったら、家の近くに丸亀製麺を作りたいんだぜ。そう、それはいいかもね。マリサはおうどん好きだものね。おう、大好きなんだぜ。それからね、まだあるのか？新広島空港の移転先が検討されていた時代に、広島県知事をしていた宮沢博氏は、福山市の出身だったの。それがどうかしたのか？あのね、宮沢博氏のお兄さんは、宮沢喜一氏なんだけど、知ってる？聞いたことあるような、ないような。宮沢喜一氏は、1991年から3年ほど、総理大臣を務めていた人よ。偉い人なんだな。二人の地盤が福山市なの。だから空港が、広島市寄りではなく、県の東寄りにできたんだ。っていう噂もあったりするのよ。そんな、偉い人たちの都合で空港の場所を決められたら、広島市の人は至れり尽くせりなんだぜ。それを言うなら踏んだり蹴ったり、でしょ。でも、噂は本当なのだろうか。さあ、どうなんでしょうね。でもこんな噂が流れちゃうのは、今の空港への移転に、納得できない人が多いってことだと思うの。元は広島市内にあった空港が、今の場所に移ってしまったことに不満だ。ってことの表れじゃないかしら。そういえば、私も最近不満に思うことがあったぞ。あら、なに？唐揚げ弁当の唐揚げがいつの間にか小さくなって、納得がいかなかったんだぜ。もしかして、誰かの陰謀なのか？マリサ、言っておくけどそれは陰謀ではなくて、原材料費の高騰のせいね。そうだったのか。いろんなものの値段が高くなって、困るよな。空港のリムジンバスの運賃はいくらくらいなんだ？リムジンバスは片道1450円。タクシーだと、そうねー、だいたい1万7000円くらいかしら。しかも、結構な山の中を通っていくみたいね。そうなんだな。広島の人が不便に思うのも、わかる気がするんだぜ。なあ霊夢、市内から空港までは結構な山の中を通るって言ってたよな。そうよ。そんな山の中に空港を作るの、大変だったんじゃないのか？それがね、もう大変なんてもんじゃなかったのよ。内陸にある空港としては日本で最大の工事になったのよ。一体どんな工事だったんだ？そもそもなんだけど、空港の建設が決まった場所は、全体が森林だったの。しかも一番高い場所で標高370メートル、低い場所は220メートルの高低差があったの。登ったり下ったりが激しい山なんだな。だから、切り土、盛り土の合計が、計画の段階で3000万リューベイだったわ。切り土、盛り土ってなんだ？切り立った山を、平らにするために削るのが切り土。反対に、深い谷のような低い部分を埋めるのが盛り土よ。一番深いところでは、高さ120メートルを埋める必要があったの。40階建てのビルの高さよ。大変そうだな。高いところを削った土を、低いところに埋めていくんだよな。それが、そう簡単ではないのよ。どういうことだ？建設地の土は、土砂、比較的柔らかい岩、硬い岩が順番に層になっていたの。一方で、新たに埋める部分は場所によって、滑走路の下は土砂や柔らかい岩の土、空港地の端は硬い岩を切り取った土というように、使う土の質が決まっていたの。うわ、めんどくさいんだぜ。だから、大量の切り土を仮置きする場所の確保も必要だし、とにかく計画的に進めなければいけなかったの。計画的に、大事だな。それ以前にね、領地内に工事用の広い道路を作らないといけないのだけど、そもそも起伏が激しい地形だから、それ自体を作ることが大工事だったりしたのよ。やってもやっても、大工事続きだな。それにね、まだあるのか？空港の建設によって、潰れてしまう町道と川があったの。道路がなくなったら住んでる人が困るじゃないか。もちろんよ。道路については、空港用地を南北に横断するトンネルと、連絡道を整備したの。川だって、なくなっちゃうと流れていた水はどうなるんだ？それについては、全長1200メートルの新しい水路を設置して、付け替える計画だけど、工事にすごく時間がかかるの。だからわざわざ仮水路を作ってから、既存の川を潰して、用地の工事に取り掛かったの。いちいち手がかかる工事だったんだな。大変な工事だったのはわかったけど、どのくらいの工事期間だったんだ？起工式が行われてからは、約5年ね。1994年に広島で開催された、アジア大会に間に合わせるのが、絶対条件だったみたいよ。それって、短いのか？よくわからないけど、これだけの難工事を期間内に完成させるのは、並大抵のことではなかったと思うわ。確かにな。約710億円の建設費を費やして完成したのよ。建設工事に関わった皆さん、お疲れ様なんだぜ。さっきから広島空港は市内から遠いって言ってるけど、他の空港はどうなんだ？
同じくらい、いや、もっと時間がかかる空港は、他にもあるんじゃないのか？マリサの言う通り、都心部と空港の距離が、広島以上に離れている空港は他にもあるわよ。日本国内には100近い空港があるもの。そうなんだな。じゃあなぜ、広島空港はこんなにも不便だって言われるんだ？それはね、空港の規模に対して、鉄道アクセスが整備されてないからだと思うわ。ふむ。つまり、どういうことだ？じゃあ、7大都市を見てみましょう。日本の7大都市圏と呼ばれる、関東大都市圏、近畿大都市圏、中京大都市圏、それに札幌、仙台、広島、福岡の中で、空港に鉄道アクセスがないのは、広島だけなの。そりゃ、ちょっとまずいな。関東圏の東京国際空港、成田国際空港、関西圏の関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、中京圏の中部国際空港、新千歳空港、仙台空港、福岡空港、どの空港にも鉄道が通っているもの。確かにだぜ。次に JR 利用者との比較を見てみるわよ。はい、霊夢先生。広島から東京までは、飛行機で約1時間20分なんだけど、同じくらいの飛行時間で見てみても、東京福岡間は飛行機利用が 92.6%、東京山口間は、同じく 72.1%、広島は？東京広島間は、飛行機が 38.3%、6割以上の人が新幹線を利用しているの。これも広島空港のアクセスの不便さが原因か？新幹線だと、東京から広島までどのくらい時間がかかるんだっけ？約4時間よ。乗ってる時間だけなら、そりゃ飛行機の方が楽だけどな。でも空港までのバスが、何時に着くかわからなかったりだと、新幹線を選ぶかもな。新幹線は、降りるとそこが広島市内だもんな。そうなのよね。それにしても、山口県は広島の隣なのに、広島に比べて飛行機で移動する人が多いんだな。山口県には、山口宇部空港と、岩国錦帯橋空港があるの。ほうほう。どっちも聞いたことがない空港なんだぜ。岩国錦帯橋空港は、米海兵隊岩国航空基地との軍民共用空港として、2014年に開港した、岩国市にある割と新しい空港なのよ。この空港は、広島市内から JR で岩国駅まで50分、岩国駅からはバスで、歩いても30分の距離にあるの。なんだ、広島市内からも行ける距離なんだな。それにね、飛行機に乗る人は、駐車場が5日間無料なの。無料は嬉しいな。広島空港はどうなんだ？駐車料金は、1日1000円から1300円だわ。厳しいんだぜ。山口県よりの広島に住んでる人は、岩国錦帯橋空港を使うのもありかもな。そうかもしれないわね。それで、国内には広島空港に似ている空港が他にあるのか？じゃあ、山間部にあって市街地から時間がかかると言われてる、熊本空港はどうかしら？2023年の利用者は、約334万人よ。広島空港より少し多いんだな。熊本市から約 20km の、阿蘇山の山のふもとにあるの。20km なら、広島空港から広島市内より随分と近いじゃないか。直線距離にすればね。でもバスで空港まで、1時間程度かかるの。なんでそんなに時間がかかるんだ？ほとんど高速道路を通らないらしいの。おやおや、それは時間がかかりそうだな。でも、もう一つのアクセス方法として、空港最寄りの JR 肥後大津駅から、無料の空港ライナーが出ているわ。ミニバンなんだな、無料なのは嬉しいな。所要時間はリムジンバスとそう違わないけれど、利用する人は結構いるようよ。電車だと時間通りに移動できるからな。そして、空港アクセス鉄道の計画もあるの。JR 肥後大津駅から空港まで、鉄道が延伸される計画なのよ。2027年度に着工、2034年度の完成を目指しているんですって。だいぶ先だな。でも開通したら便利になるよな。もう一つ、同じ九州の大分空港も、市内から直線距離で 30km なの。直線では 30km でも、湾沿いに行けば時間がかかりそうだな。やっぱりバスしかないのか？そうなの。バスで1時間はかかるのよ。でもね、大分には新しいアクセス交通ができる予定があるの。電車が通るのか？いいえ、ホーバークラフトよ。ホーバークラフト？乗り物なのか？そう、これで海上を渡って空港まで行くの。へえ、面白そうなんだぜ。実は、2009年までは、大分市と大分空港の間にホーバークラフトが運航されていたのよ。そうだったんだな。それが再開するのか？そうなの。2024年秋に開業予定らしいわ。片道30分で空港と市内が繋がるそうよ。海の上だと渋滞に巻き込まれることもないだろうからな。それにしても、なんかワクワクする移動手段なんだぜ。視聴者さんは、これまでどんな空港を利用したことがあるかな？困ったことや、この空港のここが良かった、なんてのもあるかしら。ぜひコメントで教えてほしいわ。
新しい交通システムを取り入れる空港を2つ見たけど、広島空港では新しいことはないのか？広島空港でも、交通アクセスの改善の取り組みは続いているわ。2023年3月19日に、国道2号の東広島、秋バイパスが全線開通したの。ほうほう、どんな風に便利になったんだ？このバイパスの開通で、国道2号の各バイパスが1本に繋がったの。広島市街から東広島市や、広島空港方面のアクセス性がぐんと向上したのよ。広島高速が通行止めや渋滞した時に、広島市街と山陽自動車道を結ぶ、新たなルートにもなっているわ。高速が通れなくなった時の、代わりの道路が整備されたのはいいことだな。そうなの。県や市は交通アクセスの速達性、定時性の強化を重視しながら、今できることを検討し続けているんだわ。そうなんだな。他に、広島空港で何か新しいことはあるか？そうね、2021年に、空港の運営が民営化したことかしら。民営化すると何が変わるんだ？国管理で空港内のバラバラだった各施設の運営主体が、新しい民間の会社で一体化したの。民間のノウハウを活かして収益を増やし、着陸料を引き下げて、新規路線の誘致や就航路線の拡大につなげることが期待されるのよ。へえ、そうなんだな。どんな会社が運営しているんだ？広島国際空港って会社で、三井不動産や広島銀行など16社が出資しているのよ。30年後には、乗客数を2倍近い、年586万人に増やすことを目指しているわ。ぜひ実現してほしいんだぜ。この他にも、LCC を活用した需要拡大だったり、利用権益の拡大を目指しているのよ。利用権益の拡大ってどういうことだ？広島空港は、広島市からは離れているけど、中四国のほぼ中心にあるじゃない？言われてみればそうだな。この立地条件を活かして、広域的な集客を図ろうとしているの。インバウンドも増えてきたしね。うんうん。広島へ訪れる外国の観光客は多いな。特に原爆資料館、この動画でも紹介したよな。そうなの。だから、広域的な観光へも、取り組みを始めているらしいわよ。なるほど。そうすると、広島がもっと賑やかになるかもしれないな。ところでマリサ、一泊二日の広島旅行の計画はできた？そうだな。すっかり広島空港に詳しくなってしまったから、空港を見て、それから市内に行って、ヘリポートになった旧広島空港を見に行きたくなったんだぜ。おほほ、そうなのね。確かに、広島空港の歴史や空港を支えてきた人たちのことを考えて旅をすると、一味違った旅行になるかもしれないわね。味？そうだ、グルメ情報調べがまだだったぞ。まあ、マリサらしくないわね。じゃあいいことを教えてあげる。空港ビルで焼きたてのもみじまんじゅうが売ってるらしいわよ。なになに？皮はカリカリ、あんはとろり、だと？これは食べないわけにはいかないんだぜ。私にもお土産、買ってきてね。おう、広島空港のこと、いろいろ教えてくれたから、必ず買ってくるんだぜ。皆さんの中で、広島空港を利用した人がいたら、感想を聞かせてね。広島のおすすめグルメやお土産情報も、よろしく頼むんだぜ。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。また次のチリ不思議でお会いしましょう。チャンネル登録、コメント、いいねもよろしく。またね、チリ不思議。